岩国バス株式会社は山口県岩国市を中心にバスを運行するバス事業者。岩国市の公営バス事業者であった岩国市交通局の危機的状況を打開する目的で岩国市交通局が全額出資した法人形態の公企業として設立され2010年4月1日より路線バスの運行を開始した。設立当初は単純な民営化ではなく 高速バスと一部の路線を岩国市交通局から譲り受けして自主運行するほか岩国市交通局からコミュニティバス、クルリンなどの運行を受託する文営化という形を取った。初代社長は公募によりパナソニック出身の松島香オが就任したが療養のため2012年に退職。二代目社長も公募が行われ JR バス、 関東出身の上田淳氏が就任した。岩国近大京空港線の乗客像などもあって、2012年以降は2014年3月期を除いて黒字決算が続いている。2015年3月31日に岩国市交通局が閉局され、翌日から岩国市交通局の全路線を譲り受けした。車両の一部は直接譲り受けするのではなく、 岩国市からの無償対応を受ける形となっている。2016年9月27日より岩国近代京空港シャトルバス使用車両にパス P を導入した。愛国カも取り扱い開始。ただしパス P 割引は適用されない。当該車両では山口県共通バスカードが使用不可になるほか岩国市発行の経路優待乗車証との併用はできず現金または 有体回数券で支払う必要がある。2017年7月1日より高速バス岩国広島線使用車両でもパスピーを導入した。ただしパスピー割引は適用されない。当該車両では山口県共通バスカードが使用不可になる。車庫は本社にのみ存在岩国広島線広島市と岩国市中心部岩国近代京空港を結ぶ高速バス路線。 2006年3月4日、運行開始。2010年4月1日より、岩国市交通局分の運行を譲り受けする。平日11往復、土日祝日13往復運行。岩国市交通局時代は、近代ブルーライナーの愛称があったが、現在は用いられていない。席は、全席自由席。岩国市交通局山口22。 う24から95遠隔運行経路、出車停留所広島バスセンター中広出入口、広島高速4号線沼田出入口、沼田料金所前から、大塚駅広域公園前から、五日市 IC 三陽自動車道岩国、インターチェンジ、岩国インターバスターミナル国道2号赤道、近帯橋から裁判所前から、市の滝市役所、岩国駅東中学校日の出庁舎湖岩国、 近代京空港に停車中の空港アクセスバス、岩国近代京空港の PR キャラクターである、ソラッピーの愛称がある。航空便に合わせて発着。2019年3月16日のダイヤ改正に合わせて行き先番号を変更した。近代京、新岩国線上和品、北河内線梅ヶ丘巡環線県営黒磯線牛。 野谷巡環線岩国医療センター線長野口、潮風公園線天気線脇線日の出庁舎湖線2015年10月1日より岩国市からの委託を受けて運行している一般路線バス。岩国市では1995年1月より旧岩国市地域の路線バス等が行き届かない過疎地域に居住する高齢者及び障害者に限定して高齢者等過疎地域福祉バス。 夢愛号を運行していた。しかし2014年3月に策定された地域公共交通総合連携計画の第二次計画の中で岩国市は夢愛号が唯一の公共交通手段となっている地域が存在することもあり、より多くの人が利用できるよう一般のリアイバスとして運行することが望ましいと提言。その後策定された。 岩国市中山間地域振興基本計画並びに岩国市町人仕事創生総合戦略の中で夢合い号の一般乗り合いバスとしての運行が取り組むべき施策の一つとして認められ一般路線バスとしての過疎地域乗り合いバスに転換するに至ったもともとは餅が峠線、加納木線、二河線の三系統があったが餅が峠線 可能目線は2018年12月をもって運行を終了し、以降は以下の位置系統が設定されている。全区間にわたって運行区間により乗車、または降車に限定するクローズドドアシステムが導入されているほか、一部区間ではフリー乗降制が導入されている。運行頻度については週1からに往復となっている。いわくにバスでは現在、 広島県内の路線バスを中心に導入されているバスロケーションシステムビゼットを導入しているが過疎地域乗り合いバスについては導入対象となっていないまた年末年始期においていわくにバスの他の路線バスでは別途定めるところに従って運行されているが過疎地域乗り合いバスは運休となる過疎地域乗り合いバスにまつわる不祥事 編集2016年9月3日、東乗り合いバス44系統持ちが、峠線を受け持つ、運転手が、定められた経路の一部の運行を勝手に、省略していたことが、委託者である、岩国市からの発表により、明らかとなった。同年8月24日午前に利用客から、岩国市に、バス停に、バスが来ないとの苦情が寄せられたところから発覚した。この運転手は、 契約社員として勤務していたが、2015年11月中旬から2016年8月24日までの間に乗務した43便のうち42便で一部経路の運行を行わなかったという。岩国、バスによる調べによると、この運転手は乗り合わせていた乗客から乗る人がいないだろうと耳にしたところから勝手に運行を途中で切り上げるようになったという。 当該運転手は乗客からの苦情が寄せられた翌日に懲戒解雇。その日のうちに岩国、バスは運行委託者である岩国市から再発防止策を検討し報告するよう指導を受けた。岩国市からの指導に対し岩国バス社長の上田淳氏は生活路線の運行に関しご迷惑をおかけし深くお詫びする。再発防止に努めると陳謝。 指導を受けてから4日後の2016年8月29日に、岩国、バスは、市と中国運輸局に報告を行った。その後、乗務員の不足もあり、持ちが、峠線、可能木線について乗客がいない場合は、運行を行わない、効率的な運行を開始したが、一部地域から、効率的な運行の中止や運行日の増加への要望があり、関係者間の折り合いがつかず、 2018年12月を、もって持ちが、峠線、加納木線の運行を終了し、第一交通に移管した。大半が、岩国市交通局から承継した車両を使用しており、日野自動車製と、三菱不走製の中型車両が主体。岩国市交通局時代に運行されていた、市助、郷やおはんバス、近代京バスも継続して運行されている。は、 岩国市交通局からのものを紹介した、ベージュに青ラインのほか、青一式のオリジナル塗装のものもある。ありがとうございます。